ドーフィネの旗ドーフィネ、またはドーフィネ・ビエノワは、フランス南東部のかつての州。現在のイゼール県、ドローム県、オートイコールアルプ県を含む。歴史的な州とは、グルノーブルで、その他には、ビエンヌ、バランス、ディギャップ、ブリアンソンである。ル・ドフィネ・リベレは、有名な地元新聞であり、長らく自転車プロロードレース、クリテリウム・デュ・ドフィネ・リベレを主催していた。 新聞社が主催者から外れた現在の名称はクリテリウムデュドフィネとなっている。ドーフィネの一古代にはドーフィネとなる一帯はケルト人とガリア人が定住していた。西ローマ帝国が滅亡すると新生ローマ帝国の構成国である山岳公国として緩やかに独立を獲得した。12世紀、地元の支配者であるギー・ヨンセンアルボンは 自分の紋章にいるかを持っており、あだ名を、ルドーファンと言った。その子孫たちは、本拠地をビエンヌへ移した後、アルボン博からドーファンド・ビエノワ博と称号を変えた。彼らは1349年までこの称号で、知られていたが、男子継承者のいない、アンベール2世、デュ・ビエノワは、自分の領有権を、フランス王フィリップ6世へ売り渡した。ドーファンド・フランスの称号は、 多い継承予定者が名乗ると取り決めがなされ、それはフランス革命まで続いた。最初のドーファンはフィリップ6世の孫であるシャルルであった。この称号はドーフィネ領も付随して送られた。ルイ11世はドーフィネに長く暮らした唯一のフランス王である。アンベール2世との同意はさらにドーフィネは多くの税と関税から免除されると明記していた。 この地位は、さらなるその後の慣例に基づいた、議論の課題となり、地元の実力者たちはこの地方自治と特権を、国家の攻撃から守ろうとしていた。1638年頃のドーフィネの地図、第二次世界大戦中、ドーフィネには強力なレジスタンス組織の巻が本拠を置いていた。フランス王国は、アンベール二世の持っていたその他の称号、ブリアンソネ シャンソルコー、セザンヌコー、ビエンヌハク、アルボンハク、グレシボーダンハク、ガペンセおよびアンブランハク、ラトゥールダンシャク、ラバルボンヌダンシャク、モントーバンおよびメブイオンダンシャクを吸収した。ありがとうございます。